みなさんこんにちは。囲碁の女流棋士で関西棋院所属二段の飛田咲です。今回も13路盤の方で囲碁実況をやっていきたいと思います。で、13路盤っていうことで、いつもよりちょっと狭い盤っていうわけで、多分ねまた戦いに次ぐ戦いっていうような展開になってくると思うのですが、ちょっとね久しぶりなんで精一杯頑張ってやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。対戦開始。対局を始めます。はい、待ちました。よろしくお願いします。今回は相手中国の方ですね。久しぶりに13路をやっていきたいと思います。はい、ちょっと久々の13路盤ということでね、ちょっと楽しみなんですけど、天元が来ましたね。天元ってことは、白がこっち打ったらこっちに打って、こう模様をねどっちかに拡大しようっていう手ですね。結構個人的には有力な手だと思ってるんですけど、というよりも慣れてらっしゃる可能性もありますね。隅に行きたいですが、隅に行ったらこっからかかっていく。でも隅に行きたいですね。私全部小目で今打ってますけど、今度小ゲームはそうですよね。いや、ここでそうですね、こう隅つけて、とにかく隅で何かこう収まるような展開を目指したいですね。滑りですかね。いや、つけと滑りでちょっと迷ったんですけれども、とにかくしっかりと安定させる手を選びたいし、先手を取りたいっていうのがありますね。この下がった手っていうのは次にこの飛び込む手を見た手なんですけれども、この抑えられたらここの黒字が大きくなるので、それを防ぐ意味でこっから持っていきたい感じですね。飛び込んでこられたので、今度は白こっちに行く、振り替わりのような別れですね。隅は荒らされたけど、こっちの陣地は白が取りますよといったような感じでしょうかね。はい、跳ねてね、これは曲げでしょうかね。でつないで、結構でもしっかりと目をね取ってこられていますね。だから白もこれ封鎖されると部分的には結構目が心配な感じなので、何か脱出する手を考えていきたいし、ちょっとここに少し黒のねこう押すと伸びないといけないので、少し隙があるっていうのが一つポイントにはなってるのかなっていう感じですね。2、3、4、5、難しいんですけど飛んで頑張りたいっていうのは心配なのは、例えば覗きつなぎで切りとか、はい、そういった手が怖かったんですけど、切りもそのうちの一つですけど、一応ここからこう当てて抜きで、一応これだったらここなんかつなぎかかけつぎか打てば、かけつぎでちょっと打つんですけど、つながるので、一応白としてはねここに打って白地を拡大しながら字を取った面目が立ったかなっていう感じですね。秒読みを始めます。ただし黒はここに実利があって、でここに厚みを築かれたわけですよね。次に例えばこことか角とかに打たれる可能性が高い。でもこれは一つの急所ですね。ただしこっから打てば引きで切りが残るけど、こっから白はちょっと頑張っていきたいですね。悔しいのでここは頑張りたい感じがしますね。で取っていって抜いて、そうですね、はい、切りですね。でそうですね、一応この厚みをバックにこう広げていくような手を選びたいかなっていうところですね。で押さえですかね。これも抑えですかね。伸びとかと迷ったんですけど、こう隅から入ってきた手に対してはこう隅からやっぱり抑えて攻めていくのがいいですね。で、このツケっていうのはさばきの上等手段なんですけど、こう抑え込んで頑張ったのはここに壁がいるからなんですね。7、8、9、だからこう伸びていったんですが、ちょっと危なかったかもしれませんね。これはここに跳ねて
行きましょうか。この伸びでいきなり跳ねていく手もちょっとあって、それと迷ったんですけど、こっから打ちました。はい、これは一応まあ切ればね、コウなんですが、コウ材がどうなんだろうっていうところですよね。コウ材で厳しいコウがあるのかどうか。まあ切って抜きですよね、多分。で、ここにね、ちょっときついコウ材があるんじゃないかなと思ったんですよ。これ部分的にはこう置く手が筋なんですけどね。置いて、つなぎかもノータイムでしたね。もう受けられないってことです。まあ白は一応切れば、ここの石が取れているので、ここは白地になりましたね。ただし黒もこのコウを負けると、全部切れちゃって全滅するので、まあそのリスクがちょっと高いっていうことで今コウ解消されました。まあこういうコウが起きた時っていうのは、やっぱり始める前に、コウ材がちゃんとあるのかどうかっていうのをね、しっかりと見とくのがすごい大事ですね。コウ材がなくて横行になってしまうと、そこだけで一気にすごい損しちゃうってこともあるので、まあ、今たまたまここにコウ材があったんですけど、なかったら今私ここやっていくのは無理だったんですね。はい、まあで、ちょっと一応こんな感じで打って、これも大きく荒らされましたね。なんかうまかったですね。ここの入っていった手は非常にうまい手でしたね。でなおかつちょっとこの白の眼形を少し狙ってるような意味があります。でこの形非常に心配なのはここに打たれる手ですね。はい、ここに黒から打たれるとこの3個がこれと分断されて相当厳しく攻められる可能性があるので、これはしっかりとケアをしていきたいですね。はい、でコスミつけたっていうことは繋がらせないようにしようっていうことですね。こことここ、はい、まあ、結構じわじわしっかりとこれ狙ってこられてるので、白は慎重に対応した方がいい場面ですね。まあ、こんな感じでスペースを広げていきたいんですが、これ置きが成立すると怖いですね。こういうふうに外から狭めていく手だったら、ここに白が打てば死活的には眼ができて大丈夫なんですけど、これはだから時間つなぎですね。ここを厳しくいく手があるのかどうかっていうのをおそらく考えられてると思います。あ、ただしないと思われたので勝てないと見て今投了されましたね。まあ、状況としてはここの黒が取られているので、まあ、ここが全部白の陣地なんですよね。黒の陣地はこことこことここに3箇所あるんですが、全部合計してもそんなに大きくないので、この白を1箇所でもう足りてしまっています。だから黒はこの白を取るしかなかったんですけど、この白を取るためにはまあこういうふうに外から行くか、こう中から踏み込んでいくかのどっちかですね。で外から行く手は白にここに打たれて、このように打った時にちょうどこことここにね、2つ白は眼ができるので生きている形です。だからこれがダメだとすると、黒はこっから踏み込んでいく手が成立するかどうかっていうことになってくるんですが、ここにスペースを広げられてダメと見られたんですね。そうかもしれませんね。まあ例えばそのこういうふうに狭めていってもこうつながれて、ここ当たりだからつながなきゃいけないんですけど、まあここに打てば1箇所とここ1箇所、まあこれ黒こうつながらない形ですからね、ここ1箇所とここ1箇所で白が生きているというわけで、まあ今お相手の方は、まあ、この白が取れないとすると、まあ自衛が足りないっていうことで、投了されました。まあ本局はね、このコウがすごいポイントだったと思います。ここでこうになって白がこれをこう仕掛けていって、まあコウでね、白が勝っていたので、ここ取れたのでね、白に戦果が上がったんですけど、まあ黒はだからそうですね、まあでもつなぐしかないかな。こうやってこうやって、そうですね、コウ材が黒のちょっと一個もなかったっていうのが少しちょっと不運だったかもしれませんね。
だからここも入っていったんですけど、まあ、こんな感じでこう軽くかわすような打ち方を選択して、これを狙うような感じで打たれていた方がもしかしたら良かったかもしれないですね。まあ、ただこの辺り非常に難しいところでした。まあちょっとすごい早碁だったですし、判断が難しいところだったと思います。ご視聴いただきありがとうございました。